さあ始まりました。ボクシングのボクシングによるボクシングのためのボクシング、私 DJ ボクシング&ボクシングでございます。さあ今回の放送ですが、まあ、この週末はね、あのゴロフキン対村田亮太戦がありますから、日本人ボクシングファンはもちろんのこと、世界中のファンたちの関心もゴロフキン村田戦に向かれているかと思います。ただそのゴロフキン対村田戦と同じ今週の土曜日、これは日本時間だと日曜日の朝になるはずですが、実は他にも非常に注目されている試合が控えているんですよね。なので今回はその試合について僕なりの個人的な勝敗予想をしていこうと思います。そんな今回勝敗予想をしていく試合は、ボクシング界の若きスーパースター、あのライアン・ガルシア対イマニュエル・タゴエの一戦。いやー、いよいよライアン・ガルシアが復活してくれますよ。まあ、未だ23歳と若く、まだ世界王者になった経験はないながらも、もう彼のファンの数、人気という点においては、もうすでにボクシング界ナンバーワンクラスとも言える選手ですよね。この現在録音時点での彼のインスタグラムのフォロワー数は870万人。他にも TikTok のフォロワー数では480万人。さらにあまり更新頻度は高くない YouTube チャンネルですら登録者数が120万人近いわけですから、ほんとまあボクサーとしてはそうそういないような知名度、人気を誇っているわけです。まあ、ちなみにこれはそこまでちゃんと調べたわけじゃありませんが、おそらく現役ボクサー、そしてすでに引退しているボクサー全てを含めたボクシング界で一番このインスタのフォロワー数が多いのは、あのフロイド・メイウェザー・ジュニアです。彼のインスタのフォロワー数は現在のこの録音時点で2790万人いますね。まあ、他にもあとはあのマイク・タイソン、彼のフォロワー数は1810万人。他にもこれはまあちょっとボクサーのカテゴリーに入れるべきなのかは微妙なとこですけど、人気 YouTuber でありボクサーとしての顔も持つあのジェイク・ポールは1920万人ですね。そしてヘビー級の元世界3団体統一チャンピオン、アンソニー・ジョシュアが1360万人。メキシコの英雄であり、現役最強ボクサーのカネロが1270万人。このあたりが、まあ、ボクシング界のトップの人気を誇った、インスタフォロワー1000万人超えの有名ファイターたちかと思います。まあ、別にこのインスタのフォロワー数が多いことが、そのままイコールで、ボクサーとしての人気に比例しているとは限りませんが、まあ、少なくとも非常に分かりやすい一つの指標にはなりますよね。でまあ1000万人は超えていませんが、870万人のフォロワーを持つこのライアン・ガルシアはすでにこういった超トップどころの世界チャンピオンたちと肩を並べつつある人気を博しているわけですよ。まあ、ほんと世界チャンピオンになったこともないのに、なんでそんなに人気があるんだっていうふうに思う方もいるかもしれませんが、まあ、まず一つ大きいのはイケメンっていうところですよね。容姿端麗でいて、しかも喋りが立って、キャラクターも派手、プラスボクサーとして試合の決着が豪快な KO ばかりで、ほんと人気が出る要素が完璧なまでに揃いまくっているんですよ。ちなみにこのガルシアと同じライト級の人気トップファイターである、あのガーボンタ・デイビスでさえインスタグラムのフォロワーは330万人、パウンド・フォー・パウンドファイターの一人でもあり、世界3階級制覇チャンピオンのロマチェンコは210万人。で、現 WBC チャンピオンのヘイニーは110万人。ライト級元3団体統一チャンピオンのヒオヒモ・ロペスや、そのロペスに勝った現3団体統一チャンピオンのカンボソスなんかに至っては100万人もいないわけですから、ガルシアの870万人っていう数字がどれだけ異質なことかよくわかりますよね。まあ、ある意味非常に現代的なというか、実際ボクシング界で成し遂げた功績や実績よりも、こういったソーシャルメディアなんかを利用したセルフプロモートのうまさで、より大きな注目、より大きなお金が集まることを体現している選手なんで、逆に反感を買うことも多いでしょうし、嫉妬している選手もいるんじゃないでしょうか。まあ、ただガルシアの場合、正規の世界タイトルを取ったことはないまでも、もともと激戦区ライト級の WBC 暫定タイトルは獲得したことがあって、まあ、正規チャンピオンが普通にアクティブなのに暫定タイトルを作った WBC の政治的運営はここではあえて置いときますが、
で、まあガルシアは現在この WBC の世界ランキングにおいて第3位、リング氏の階級別ランキングにおいてもライト級で堂々の第5位と、現世界チャンピオンや元世界チャンピオンたちにも引けを取らない世界のトップレベルファイターの一人であることは間違いありません。まあ、彼は7歳の頃からボクシングを始めているゴリゴリのボクシングエリートで、そのアマチュア時代にはなんと15度ものナショナルタイトルを獲得。アマチュア通算戦績が230戦215勝ですから、もうプロ転向前から単純なボクサーとしての実力でも大きく評価をされていた選手でもあります。で、2016年17歳の頃にプロデビューをしており、その翌年2017年にはあの ESPN が選ぶプロスペクトオブザイヤーにも選出。まあ、キャリアの初期はかなり大事に育てられていた印象もありましたけど、しっかりと試合一つ一つの中で成長を見せて着実にレベルアップしていますし、ロメロ・デュノ戦、フランシスコ・フォンセカ戦の連続1ラウンド KO 勝利は本当に圧巻でしたよね。しかも直近の試合ではロンドンオリンピック金メダリストのトップコンテンダールーク・キャンベルにも KO 勝利を収めています。まあ、金メダリスト相手にボディ一発 KO ですから、あのパンチングパワーというのは本当に天性のものを感じますよね。で、現在の彼の戦績は21戦21勝 18KO 無敗、全勝無敗な上に 85% 以上の KO 率を誇っていることを考えれば、ただ人気が高い中身のないファイターではないということがわかるはずです。まあ、こういう SNS とか YouTube で人気の高い選手って、そういったネット上に出ている姿、情報しか見ていない一部のファンに真面目に練習しろよとかって叩かれてしまうこともあるんですけど、まあ、ライト級のような超激戦区階級でこのレベルで戦っているボクサーが真面目に練習もしないで勝てるわけもなくて、ガルシア本人もそういったファンたちに向けて真剣に取り組んでいる部分に関してはいちいちネット上にポストしないし、本当に僕が練習しないで SNS ばかりやっているだけでオリンピックの金メダリストに勝てると思っているんだったら、もう少し頭を使って考えろと一生に付していましたよね。ただ一方で、その人気の高さ、若くして一般的な生き方とはかけ離れすぎた人生を送ってきたことへの代償なのか、今から約1年前に突然精神的な病を患ってしまったことを理由に一度ボクシングから離れて療養のための長期離脱をしてしまうんですね。まあ、これだけ影響力の高い選手ですから、このガルシアの長期離脱は当時はかなりのビッグニュースで、確かハビエル・フォルトナとの試合が決まっている中でのブレイキングニュースだったこともあって、僕もすごくびっくりした記憶がありますね。まあ、僕も過去大きな交通事故で生死の境をさまよった時に結構メンタルを壊してしまった過去があるんですけど、本当にね、このメンタルの病ってなかなかきっかけがない限り簡単に治ってはくれないことも多いですから、まあ、本当にこのままガルシアがボクシングを引退してしまうっていうケースも全然あり得たでしょうし、すごく個人的には心配をしていたんですが、まあ、こうやってね、無事に復帰をしてくれただけで嬉しくなりますよ。まあ、この長期離脱の影響もあって最後の試合となったルーク・キャンベル戦が去年の1月ですから、今回の試合は1年3ヶ月ぶりのリング復帰。しかもこの試合をしていなかった期間の間、自身のトレーナーをあのエディ・レイノソからジョー・グーセンに変えているんでね、このトレーナー変更による影響や試合感の鈍りみたいなものが果たしてどういう形で現れてくるのか、そういった部分も含めてこの試合はとても興味深い一戦だと思っています。で、そんなガルシアの復帰戦の相手に選ばれたのがガーナ人ファイターのエマニュエル・タゴエ。もともとガルシアの相手はジョセフ・ディアスになるんじゃないかとか、あのガーボンタ・デイビスとも戦ったアイザック・クルーズになるんじゃないかとか、いろんな噂は出ていたんですけど、まあ、結果このタゴエに決まって、知名度という意味ではエマニュエル・タゴエのことをよく知っているという人は相当少ないんではないでしょうか。彼は現在 WBC の世界ランキングで第9位のれっきとした世界ランカーで、これまで WBA インターナショナルタイトルだったり IBF のインターナショナルタイトル、あとはマイナー団体 IBO の世界タイトル、
WBO のアフリカ国内タイトルなんかも取っている地域タイトルコレクターで、実はデビュー戦で敗戦を喫している選手なんですけど、そのデビュー戦以来ここまで一度も負けていない影の実力者。現在の戦績は33戦32勝 15KO1敗。 直近の試合はアメリカ開催でしたが、それ以外はキャリアの試合すべてアフリカで戦ってきている選手ですね。まあなんでアフリカ以外での知名度はかなり低いんですが、ほんと普通にいい選手で、もうコツ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 連戦連勝を収め続け、しっかりと地域タイトルも集め続けて、ビッグチャンスが来るまで地道に戦ってきた中で、ようやく日の目を浴びるスーパースターガルシアとの激突ですよ。もう気合が入っていないわけないですし、ガルシア目線で考えれば、よくまあこんなやりづらそうな相手、しかも世界的な知名度なんて天と地くらいの差があるような相手を1年3ヶ月ぶりの復帰戦に選んだなぁと。まあこの知名度のせいで、多分世間の大半はガルシアが圧勝して終わるだけの試合と思っていそうですけど、いや本当にこのタゴエは弱くないですし、相当戦いづらい相手だと思いますよ。まあ、ただこのタゴエも実はかなり長い間試合をしていなくて、一番直近の試合のメイソン・メナード戦が一昨年2020年の11月、なんでガルシアよりもさらに久しぶりのリング復帰になるわけですね。今回のこの試合は正規のライト級リミットよりも4パウンド重たい139パウンド契約の12回戦なんですけど、この契約体重に関しては体格的なフレームが大きいガルシアの方に有利に働きそうですよね。でボクシングスタイルの話をしていくと、このタゴエ選手は決してパワーがあるタイプではないんですけど、いわゆる捉えどころがなかなかないテクニシャンスリックボクサーで、まあ往年のボクシングファンであれば誰しもが知っているあのジェームズ・トニーのような選手とイメージしていただければわかりやすいかもしれませんね。まあさすがにトニーと比べるのはタゴエのことを褒めすぎだとも言われそうですが、ただ本当に僕がタゴエの試合を初めて見た時はジェームズ・トニーに似た部分が多いなという印象を抱いて、前手である左手をダラッと下げて戦うフィリーシェルスタイル、いわゆる L 字ガードフォームからスナップの効いたジャブを器用に打ち込めるタイプ、目もよく上半身の動きも非常に滑らかなので、腰の回転や肩の動きなんかを使って相手のパンチをいなしたりするのもすごくうまいんですよね。あとは後ろ手である右手の使い方も巧みで、右のパンチをリードパンチのように使ったりもできるし、相手の出鼻に合わせるクロスカウンターのタイミングやジャブを叩き落とすパーリングの技術もかなりいいものを持っています。まあ、決して超人的な運動神経を持っているという感じの選手ではないんですけど、一つ一つの動きが綺麗に連動していて、攻防の動きのつなぎが滑らかなんで、もうくねくねと相手のパンチを殺しながら的確に自分のパンチだけをヒットさせることに長けている選手ですね。まあ、対するガルシアですが、もうなんといっても彼の一番の武器は先ほども言ったようにあの破壊的なパンチングパワーですよね。特にこのガルシアの左フックっていうのは、あのドネアなんかと肩を並べてもいいくらい、もうびっくりするくらいの威力があるんで、一発これが当たればその瞬間試合が終わる異常とも言えるレベルのパンチ力かと思います。まあ、この一番の得意技左フックのタイミングや破壊力というのは言うまでもなくピカイチなんですが、それに加えて右ストレートもかなりいいものを持っていますよね。まあ、中間距離から振り抜くあの右ストレートや、相手の入り際に合わせて上半身を反らせたり、スピード感のあるバックステップを踏んでうまくスペースを作って打つ左フックのカウンター、こういったパンチが当たると多分タゴエも耐えられないんじゃないかなと。でプラスこのガルシアはパンチ力だけではなくハンドスピードというのも化け物級のものを持っているんで、まあ、こういった自分のハンドスピードやパンチ力が一番生きるミドルレンジでの戦いにはめっぽう強いですよね。まあ、しかしその反面常に体が直立気味で重心が結構上の方にある構えなんで、中に潜り込まれてガチャガチャとかき回されるみたいな戦いをされた時は手を焼くシーンもありますよね。
あとは前回の試合で決してパンチ力があるとは言えないルーク・キャンベルからダウンも奪われているんで、打たれ強さにも実は弱点があるんじゃないかとも言われています。まあ、今回はガルシアの体格が生きる少し重めのキャッチウェイトですし、その体格の利を生かしてガルシアの方がプレッシャーをかけて戦う展開を僕は予想しているんですけど、まあ、テクニシャンボクサーのタゴエがそのガルシアのプレッシャーをどれだけさばけるかが勝負の鍵になりそうですよね。まあ、もしもこのタゴエのディフェンステクニックがガルシアに通用して、フラストレーションの溜まったガルシアの攻めが単調になってしまうようなら、そのままタゴエがガルシアのことを空転させ続けてさばききっちゃうみたいな展開も考えられますし、まあ、そうはいえガード位置がかなり低いタゴエにどこかであのガルシアの強力な右ストレートや左フックがヒットして一発失神 KO みたいな展開もイメージできる。まあ、何にせよ圧倒的にガルシアが有利予想をされている世間の評判ほどガルシアにとって余裕のある相手ではないと僕は思っています。まあ、このヌルヌルスリックファイタータゴエのテクニックが勝るのか、あるいは凄まじいハンドスピードとパンチングパワーを誇るガルシアの攻撃力が勝るのか、まあ、ある意味ホコタテ対決とも言えますし、これは本当に見どころにあふれたマッチアップかと思います。そしてそんな一戦の僕の勝敗予想ですが、今回の僕の個人的な勝敗予想はライアン・ガルシアの4から6ラウンド KO 勝利。まあ、タゴエも間違いなくクセモノではあるんですけど、正直ここでね、人気ファイターのガルシアに負けてほしくはないですし、ガルシアはこの試合に勝てれば次戦はあのジョセフ・ディアスとかカンボソス・ヘイニー戦の勝者とか、他にもガルシアが挑発をし続けているガーボンタ・デイビスとの試合なんかも期待されていますからね。今後のライト級戦線の盛り上がりを考えていくと、僕はガルシアのことを応援したくなりますね。まあ、ただここまでコツコツと勝ち星を重ね続けてようやくビッグチャンスをつかんだアウェーの地で戦うタゴエに対しても頑張ってほしいなという気持ちもあるんですけど、まあ試合間隔の空きとかトレーナー変更によるスタイルチェンジなどいろんな不確定要素はありますが、結局なんだかんだ持っている男であるガルシアがあの一撃必殺のパワーショットを終盤どこかのタイミングで当てて勝つんじゃないかなというイメージを持っていますかね。まあ、試合の序盤立ち上がりはタゴエもクセモノらしいテクニックを生かしてガルシアのことを困らせる場面もありそうですけど、徐々にそういったタゴエの動きタイミングに慣れてきたガルシアがタゴエの低い左ガードの隙をつく右ストレートを当てて KO するんじゃないかなと予想をしておきます。で、ちなみにこの試合のアンダーカードには女子ボクシングの WBA、WBC、世界フライ級2団体統一戦も組み込まれていて、その試合に日本ボクシング史上唯一無二の5階級制覇チャンピオン、あの藤岡直子選手が出場するんですよね。まあ、相手の WBC 王者マーレン・エスパーザは強いんでね。しかも多分会場の雰囲気は藤岡選手にとって完全アウェーになるはずですから、相当苦しい試合にはなりそうですが、僕は全力で藤岡選手を応援しようと思っていますし、期待も込めて藤岡選手の勝者から中差での判定勝利を予想しておきます。で、もう一つ、これはこの試合とは別の興行になりますが、これも同じ日、今週の土曜日にスーパーウェルター級の注目の一戦、エリクソン・ルビン対セバスチャン・フンドラの試合も控えています。まあ、あの大型巨人フンドラ選手は本当に個性的なファイターで、個人的にはすごく応援をしているんですけど、僕はこの試合はエリクソン・ルビンが終盤6から8ラウンドくらいで KO 勝利をするんじゃないかなと予想しています。ただこの試合も非常に勝負論があって面白い一戦なんで、ぜひとも注目していただければ嬉しいですね。さあ、ということで、まあ今はね、どうしてもゴロフキン対村田選手の試合のことしか頭に入ってこないと思っている人も多いとは思うんですけど、今回の放送で話をしてきたライアン・ガルシア対イマヌエル・タゴエの試合、あとは藤岡選手対エスパーザの試合、そしてエリクソン・ルビン対セバスチャン・フンドラの試合、
できれば3試合すべて皆様の勝敗予想も聞きたく思っております。当然いろんなご意見があるでしょうし、それを自由に発言できるのがこのチャンネルだとも思っているんで、ぜひとも皆様それぞれのご意見ご感想もこの動画のコメント欄にてお聞かせください。それでは今回の放送はこの辺りで終わりにしていこうと思います。今回も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。よろしければインスタグラムのフォローもお願いいたします。ではまた次回の放送でお会いしましょう。